中年のタッキーです。また買ってしまいました。はい、これですね。本日はジャンクカメラ開封の儀ということでございます。それではスタート。はい、今回のジャンクカメラはね、ちょっと張り込んでますよ。結構な金額しました。開けていきますね。なんかメッセージが入ってる。商品を落札いただき誠にありがとうございます。気に入っていただけると幸いに思います。また機会があればよろしくお願いします。丁寧な人ですね。よっ、まずはレンズが出てきたぞ。よいしょ。ああ、綺麗じゃないね。ケースは綺麗じゃないね。はい。お、いいじゃん。ニュー MG のね、70-210 ですね。持ってるんですけどね。うん、バリモンですね。バリモンです。これね、あのニューFDはね、あの取り付けないとね見れないんですよね。だからカメラに取り付けて、バルブにしてみるのが一番いいんですけど、まあパッと見バリモンです。これは、使えます。使いますと言っても大した値打ちないんですけどね。70-210はどこんでも転がってるんですよ。で、まあまあまあ、あのおまけなんですけどね。で、今回のメインはこれです。よいしょ。じゃじゃーん。で、いや持ってるっしょ。持ってるよね。いや持ってるんですけど、あの僕が持ってる F1 はこれなんですね。ご覧の通りね、ペンタブがへこんでますし、でこれ巻き上げハンドルもね、あの半分潰れてたんですよ。でこれはね、ジャンクの A1 から流用した巻き上げハンドルになります。ちょうどね口金があったんでね使ってるんですけど、であの結構ね激しくペンタブから落っことしたみたいでね、もうペンタブのね土台はねもう変形してたんですね。でまあ使えるんですけど、あのやっぱかっこ悪いんでね、ペンタブとあとホットシューっていうんですか、これあのフラッシュを乗っける台を探してたらね、だいたいね1万円近くなっていくんですよね、両方でね。でどうしようかなと思ってたら、これを9200円で落札してしまったんですね。これラバーのアイピースカバーがついてますけども、これはいらないけど、めちゃくちゃ綺麗です。これもうバリモンですね。ちょっとあたりが、ほんのちょっとあたりがあるけど、もう僕の持ってる F1 とはね比較にならないですね。比較にならないですけど、これカメラカバーもついてるから多分よっ、綺麗だと思うけどな。おお、新品同様。これあんま使ってないな、このカメラ使ってなくて、この年式、製造番号が僕のやつよりちょっとだけ新しいですね。ここまで古いカメラになると逆に使い込んでる方が調子が良かったりするんで、あ、でも切れてるな。
喘息正常じゃないかこれ。モルトはさすがに腐ってますね。こんな感じですね。砲丸マットファインダーが入ってる。よっ。ロスケの電池はなくなってますね。シャッター速度の糸連動も生きておるようです。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃないですか？さあ、問題の高速シャッターを見ていきましょう。よっ。うわ、マジで？え？これ新品じゃないですか？新品に見えますね。幕開いてますね。ただ速度はあんまり変化してないようにも見えるな。後で測ってみよう。あんまり変化じゃないように見えるな。あんまり変化してないように見えるぞ。でも見た目はすごく綺麗だな。これ実はね、なんか知らないけど、まあフィルム走った跡はないんだけど、なんか油みたいのがついてるな。ほとんどフィルム走ってないですねこれね。ほぼ新品です。こんな F1 あるんやね。ゼック。このストラップは純正なのかな。見たことがないストラップがついてます。キャノンとも何とも書いてないから多分純正じゃないだろうね。うん。いやいや、オークション見てたんですけど、こんなに綺麗と思ってなかったんで、ちょっと今驚いてますが。ホットシーも取り付けた跡がないっぽいですね。ちょっとピンボケになるかな、近すぎるかな。めちゃくちゃ綺麗です、この F1。セルフタイマー、これはいい買い物したんじゃないか。いやマジでこれはすごい、これはすごいぞ。問題はシャッター速度だな。これね、全機械式のカメラはだいたいね、シャッター速度がえらいことになってるんですよね。あれ？ん？あ、そうか。これやっぱラバーのアイピース調子悪いなこれ。でもこれしかねえもんな。これは素晴らしいぞ、素晴らしいぞ。めちゃくちゃに綺麗です。ちょっとテンション上がりますね。ていうかね、俺今月カメラにいくら使ってるんでしょうね。これ9200円、送料込みで1万突破しちゃいましたからね。でこの間買ったやつが何だったっけ、もう忘れちゃったよ。じゃあ、あれだ、ゾルキーだね。ゾルキーが7000円ぐらいしたんか、7100円ぐらいだったよね。
うん、で他にも来てますんでね、ちょっとお小遣いがもう全然なくてね、前回の動画でも言いましたようにね、ジュースを買うお金すらね困っております。はい、じゃあちょっといろいろとね、このカメラを検査していこうと思います。はい、もうレンズついちゃってますけどね、このねジャンクの F1 なんですけど、見た目はねもう新品ですね、ほぼ。残念ながらそのこのホットシューズの下がねほんのりへこんでます。これもしょうがないかな、いろんな人のね手に渡ってますからね。もうなんせ50年ぐらい経ってるカメラなんでね。あ、これ中期型だから45年ぐらいか。でね、露出系はね完全に正常でした。もうねこれこんな電池が入ってました。もうねなんか見た目新品みたいなんですけど、水銀電池でね、 MR9 の水銀電池、もう切れてますけどね。で関東カメラ、なんだっけ、サービスか、の減圧アダプターをつけて、測ったところ、部屋の中でね、アーサー100で、30分の1の F1.4、まあ大体正常だと思います。で、シャッター速度なんですけど、まあね、もう三たるもんでした。2000分の1が630分の1で、1000分の1が473、500分の1が310。250分の1でようやく202、125分の1で106、60分の1で53、この辺からちょっとまともになってきます。で30分の1だけちょっと早くて 34.3 分の1。でこっから先はすごいです。スローガバナー完璧でした。 14.9、 8分の1は 7.4 分の1、4分の1は 4.0 分の1、ジャストですね。2分の1もジャストで、1分の1もジャストでした。スローガバナーは完璧に動作してます。このカメラ多分使ってないね。で新品だと思います。で、高速シャッターをね、何度も何度も切ってたらちょっと速くなるかなと思って、20回ぐらいシャッターを切るとほんのり速くなりました。これで、ね、どうすっかな。このカメラはね、僕がねテンションいじったりしていじるのはちょっともったいないような気がしますね。見た目新品なんでね、完全に新品ですよね。こんな F1 あるんやな。でもうアイピースラバーは取っちゃいました。でなぜかね方眼マットスクリーンが入ってる。方眼マット嫌いじゃないからいいんですけど、どうしよっかな。お金ないしな。これね、シャッター速度出そうと思うと多分オーバーホールになると思うんですよ。やっぱ3万ぐらいはかかってくると思うんですよね。悩みますね。まあ今日の動画はね、こんな感じでね、半ばやけくそで入札したんですけど、大成功なのかな。大成功ですよね。新品の F1 ですもんね。メンテナンスすれば相当な値打ちがあります、このカメラ。まあ後期型ですけどね。はい、皆様どう思いますでしょうか。コメントいただければ幸いです。で、ちょっと立て続けに、ジャンクカメラが到着しておりますので、俺のカメラとかね、投稿作品のコーナーとか、この動画はなしということで、ここまでとさせていただきます。この動画ね、いいと思ったらね、高評価、ぜひ高評価お願いしますね。この動画、高評価とコメントに支えられております。先ほども言いましたけど、ぜひぜひコメントお願いします。でね、チャンネル登録まだの方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。私の動画再生のね、2分の1がだいたいチャンネル登録者で、まだ2分の1はねチャンネル登録じゃない人だと思うんでね、ぜひチャンネル登録してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。いい買い物だったかな。微妙。